あれ、猫は猫体勢ありますか？全然ない、一回もない。いや、割とほとんどの人がそんな気がします。いやあ、大将、あんたが大将、あれ。ごめん、ちょっと古かったかな。さあ、猫体勢がないと言っていたが、まずね、キャラによってはコンボの時点でどうすんのみたいになるから。悪くは大丈夫。おお、これはいいこと。まあ、バービーとかに比べてコンボは入れやすくなったよかな。まだね、バラキャラっていけるし。とかチームメイトに猫使いがいるおかげでものすごい。ここはデカイカから、デカイカじゃなかったね、 EX から固めていく。でクワニから解放、ここは体力を回収していく。お互いイカリング、もう着地くらいしていた。ダメージがでかい。4点取って、ロクシーが誰も繋がらない、投げていた。解放していく。イカリング当たっていた。ワラキアステージってイカリング見にくいんだねっていう。ハルストが刺さり、これは追撃できるが、ロクシーが当たらない猫でした。イカリング当たる、中段、中段が対応できなかった。一セットトールは猫体勢がないと言っていた坂さんの悪く。テイクいか、あー処理落ちの嵐っぽい。今のは若干危ない高さだった気がするが、ここはコンボをしっかりつなげていくが、エリアル投げはいい感じ。でかいカが立っていて、キャベツから固め直し。さあ、これ西荻さんは相当つらい状況だが、よみがえりキャットに向けていって、ヒット修理、これは辛い状況。あとワンチャン引っかかってしまった、死んでしまうが、3段中段。さあ拾い直しでダムチ解放、マルクの解放、あーっと死んでない猫だったが、最初引きずり出す。勝ったな坂さんのマルク。えハーフとくれ、え、どうなんだろう。悪く的にはハーフ伸びかクレ伸びかどっちがいいかしらっていう。あだよね。いやごめん、聞いたのが間違いでした今の。でも悪いな、いやダメじゃん。一応あっちのチーム、あれあれ違ったっけ、あ大丈夫か、あでももう選んじゃった後の祭り。だよね、そうか。ハーフ式はね、ちょっとね、人外の動き方してくれちゃうからね。お前、一番人間に貧血持ちなんだろって話が流れるのもうまく拾っていく。キャベツから、これはうまい。完成ついていないものの、キャベツでしっかり。だってさ、貧血持ちだよ、この動きで。許せねえよ、もう。護衛タイプ、そしてキャベツ、確信か確認か、エヒト終了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 。さて対応はしっかり取れていたが、画面端から逃がしてくれない。さあ 6C2 へエヒトで、あーこれは割れちゃうつもない予感。エヒト終了、ここはワンチャン体力回収してから攻めていきたいところだが、さっきスパレー受け身は枯れない。イカがものすごい当たり方をして、これは死んでしまう。お手をかけるは坂さんの歩く。あね、あの関東最強ベニケン様と話したんだけど、病人キャラは強いっていう話。あのトキしかり、まあノビしかり。アバ、まあどうなんだろう、強い。
なんだっけ、モリアとかどうなんだろうって話してた気がしたけど、モリアだっけ忘れたけど、サブスクの。違う、あれ、わかんない。右京だ。モリア違うわ。あれは、なんだっけ。さあ、で、ここはサクパレ。メリアリは持っていけない。まあね、徳様筆頭としてね、アミバ様とかね、投げていく。ここは入れっぱれ抜けていく。と、読んでいたか？これでゲージはマックスになりそうでならない。タカさんとしてはここで仕留めてしまいたいところだが、固め殺すか。これは痛い。ミシェが空振るが、お互い、おっとおっと、今のはいい裏回り。おお、大将のいいっすね。ああ、久しぶり。あ、ね、実況なんかやらせていただいておりますけれども、エクセレンス投げて、なんかエクセレンスハマったな。ね、いいよね、インパリ行ってみたらエクセレントなんだよって。さあ、置き攻めは、ごめんなさい、エクセレントでした。勝ったのは、サッカーさんよりサイユムランさんチーム。あ、じゃあ呼び出します。ドリルさん、ゴリゾーさん、キョウさん。対するは、ヒデオカ